様お待たせいたしました。今日はここブルースタジアムにて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、先発投手の状態ですが、今日はどういった投球を見せるのか。そして対する一塁側、先発投手の情報ですが、本日絶好調、そのピッチングに期待がかかります。それでは注目の対決を実況清水久志でお届けいたします。さあ、非常に注目度の高いゲームが始まりました。1番バッターが打席に入ります。よくってボール、カウント1ボール。投球2球目、投げました。ストレートはストライク。直球空振り、ちょっとタイミングが合いません。ここは慎重に行くか。ボール外れた。2-2、平行カウント。さあ、仕留められるか。インコース打った、ファーストライナー。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。第1球投げました。いいボール、変化球が切れています。投球これから2球目、また空振り。キャッチャーからサインを受け取った。バットを出しません。ボール、ワンボールツーストライク。さあ、勝負してくるのか。外れた。ボール、完全なボール球。さあ、次は何を投げてくるか。村本、見逃し三振。打席には3番バッターが入ります。低め見送ってストライク。まず初球ワンストライクを取りました。第2球はミットへ直線、いいストレートです。テンポよく行くか。打った、セカンドゴロ正面、一塁へ素早く送球、アウト。これで3アウト。結果3人で終わりました。これを流れにしたいところです。先行チーム、先発投手がマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1番バッターが打席に入ります。初球を打ちました。これはサード真正面、アウト。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。さあ、初球アウトコース低めストライク。第2球は打ちました。これはファースト正面、一塁踏んでアウト。これで2アウト。打席には3番バッターが入ります。さあ、初球打ちました。三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。打った、いい当たりだ。ライト前ヒット、クリーンヒットです。ヒットを放ちました。2アウトから先制のランナーが出ました。さあ、4番が打席に入ります。一気に行きたいところ。第2球を投げました。打ちました。打球はレフトの左へ、ファウル。打った、ライト線にボールが飛んでいきますが、一塁ランナー二塁回って三塁へ、ボールは中継。バッターランナー二塁でストップ。ツーベースヒットを放ちました。高校チーム、先制のチャンスを迎えます。第1球投げた、低めストライク。まずは決めてきました。第2球をミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。さあ、外してくるのか。空振り三振、バッターアウト。ピンチながらも見せ場を作ってくれます。1回が終了して0-0、先行チーム先制のピンチをしのぎました。さあ、4番が打席に入ります。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球を投げました。これはボール、外ギリギリのコースです。さあ、3球目打った、痛烈な当たり、二遊間突破。ナイスヒットです。ノーアウトで先制のランナーが出ました。打席には5番バッターが入ります。どう攻めていくか。一塁牽制、一塁タッチセーフ。打ちました、セカンドの左ゲッツーコース、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー。6番バッターが打席に入ります。出塁してプレッシャーをかけていきたい。2球目を投げた、打った、いい当たりだ、強襲、これは抜ける。
クリーンヒット。ツーアウトから先制のランナーが出ました。打席には7番バッター、小田島。第2球投げた、見送ってボール、カウント2ボール。第3球投げました、ボール外れた、外角へギリギリ外れました。第4球をインコース低めストライク。第5球は球威のある球を投げてきます。一塁ランナー自動的にアウトコース低め、見送った、ここはフォアボールです。ここでバッターボックスは阿部、ここで決めて有利に進めておきたい。球威のある直球、バッター動けません。打った、待ち構えているセカンド取る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の表が終わって0対0、高校チーム先制のピンチをしのぎました。6番バッターが打席に入ります。初球は高速シュートはボール、これは完全にボールです。2球目を投げました、高速シュートはストライク。さあ3球目、真ん中ストライク。さあ次は何で来るか、打ちました、いい当たり、軽快に一塁へ、アウト、素晴らしいダイビングキャッチで阻止しました。打席には7番バッター。第1球を投げた、ストライク、外角高めいっぱい。まず初球ワンストライクを取りました。いいボール、変化球が切れています。次はどう攻めるのか、打った、いい当たりだ、運びました、ヒット、ボールが点々と転がっている。中継、ツーベースヒット、高校チーム先制のチャンスを迎えます。8番バッターが打席に入ります。ここで決めて有利に進めておきたい。切れていきます、ファウル、直球見送ってボール、セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。第3球はシンカー、見送ってボール、カウント2エンド1。第4球をまっすぐ空振り、さあ追い込んだ。さあここはどういうコースと球してくる、打った、ボールを取った、タッチアウト、ツーアウト、ツーアウトランナー一塁に変わります。打席には9番バッター、積極的に行ってもらいたい。平賀、2球目を投げた、ボールに勢いがあります。第3球投げました、インサイドを見送ってストライク、カウント1ボール2ストライク。ここは慎重に行くか、打ちました、内野ゴロ、一塁踏んでアウト、これで3アウト。2回が終了して0対0、高校チームワンアウト2塁のチャンスでしたが得点には至りません。打席には9番バッター、投げました、初球打ち流した、取ってアウト、そのままベースに入ってアウト。1番バッターが打席に入ります。投げました、内側、危ないボール、投球これから2球目、ストレートはボール、投球3つ目、投げた、インコース高めストライク。打った、掴んだ、大事に一塁へボールを送ってアウト。打席には2番バッターが入ります。山口、さあ初球スライダー決まってストライク、カウント1ストライク。投球2球目、投げた、高く上がった、これは内野フライ、取りました、これで3アウト。3回の表が終わって0対0、この回見事三者凡退としました。1番バッターが打席に入ります。投げました、直球空振り、2球目を投げた、打ちました、ゴロが突破、ヒットを放っています。これで2打数の1安打。打席には2番バッターが入ります。
どう攻めていくか。タッチはセーフ、ランナースタート。これはストライク、盗塁成功。積極的に行きます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。一塁ランナーは二塁に進んでいます。二塁タッチセーフ。さあ次の球打ちました。センター前進、取りました。これでワンアウト。さあこの場面でミート70のバッター、先制点を奪うことができるでしょうか。打った、ファールボール。ボールカウントノーボールワンストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。キャッチャーからサインを受け取った。直球見送ってボール。先行チーム先制のピンチ、ワンアウトランナー二塁。打った、ゴロが抜けた。二塁ランナー三塁へ向かう。ナイスバッティングです。高校チームなおもチャンスが続きます。さあここでバット高く上がっています。取った、今内野に返します。レフトへの犠牲フライ。高校チーム先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。高校チーム得点を挙げ、なおもランナー1塁。打席には5番バッターが入ります。そのバッティングで点差を広げていきたい。第2球を打ちました。1、2塁間ライナーを破っていった。ライトの前のヒットになります。いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。さあこの場面でパワー72のバッター、リードを広げる一発となるか、注目の打席です。第2球投げた、高く上がっています。打ち返した打球はセンターへのフライ。取って、これで3アウトチェンジ。序盤が終了して1対0。高校チームまずは先制しています。ゲームは中盤4回に入ります。打席には3番バッターが入ります。第2球は打った、レフト上がった、ヒット、塁に出ています。ノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ4番が打席に入ります。ランナーを返すことに集中したい。さあ次の球、外を高めに決まった、ストライク。打った、痛烈な当たり、抜けた。三塁タッチはセーフ。気持ちのいい当たりでした。今日これで2打数の2安打。打席には5番バッターが入ります。どういうバッティングをするのか。第2球投げました、打ちました、いいやつ、セカンドライナー。これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。ここから反撃なるか。第2球を投げました、アウトコース高め、ストライク。あっさりとバッターを追い込みました。テンポよくいくか、打ちました、スタンドに入りました、ファウル。第4球を投げた、スライダー、空振り三振。勝負どころで踏ん張っています。さあこの場面でバッターは期待のミート84。一打同点となるか期待しましょう。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。ストライク、インローへ。タイミングが合いません。きたー、外野手は打球の行方を見つめるだけ。ホームランだ、ホームラン、逆転スリーラン、ホームラン。フルスイングで場外まで持っていく、すごい当たりでした。ここぞの場面でこの一発、失投を逃しませんでした。こちらが先ほど逆転のシーンです。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。そしてバッターは阿部、まずは出塁だ。第2球を投げた、外高め、ギリギリいっぱい、ストライク。さあ最後も同じコースで勝負するか。
打った、一二塁間の打球アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わりまして3対1、先行チームこの回逆転に成功しています。打席には7番バッター、1球目を投げました、えぐった、ストライク。まずは決めてきました。いいボール、変化球が切れています。さあ外してくるのか、バットを出しません、ボール。さあ勝負してくるのか、打って引っ張ってヒット、打ったバッター二塁も狙う、ツーベース。8番バッターが打席に入ります。1点でも返しておきたい。初球を打ったショート左横のゴロ、大事に一塁へ送球、アウト。さあミートは F 以上と投手としてはバッティングのいい、このチャンスの場面でどういうバッティングを見せるのか。投球2球目、外ストライク、セカンド牽制、二塁タッチセーフ。第3球はこの変化球にはさすがに手が出ません。さあ次は何で来るか、さあ仕留められるか、膝元空振り三振、プレッシャーをものともしません。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただき、1番バッターが打席に入ります。なんとか食らいついてほしい。2球目を投げました、打った、いい当たりだ、ライト前に落ちるヒット、ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。打席には2番バッターが入ります。2塁セーフ、やはり畳みかけてまいります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。一塁ランナーは二塁に進みました。引っ張ってライトへの打球、ライトバックしていった、高校チーム追いつきました。3対3、ツーベースでランナーを生還させます。今日初めてのヒットになりました。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。さあこの場面でミート70のバッター、一打勝ち越しへ注目の打席です。1球目打った、取りました、これで3アウト。4回までが終了して3対3、高校チーム同点となっています。打席には9番バッター、ミバーカー、いいボール、変化球が切れています。さあ次の球、アウトコースに送ってストライク。ここはしっかりツーストライクと追い詰めています。次はどう攻めるのか、ストレートはボール、ここは慎重に行くか、直球見送ってボール、カウントツーボールツーストライク、カーブ見送ってボール、完全なボール球。次がラストボール、打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁に華麗にステップを踏んで送球、アウト。1番バッターが打席に入ります。初球打ち、ショート左、アウト、これで2アウト。打席には2番バッターが入ります。山口、ミットへ直線、いいストレートです。2球目を投げました、空振り、キャッチャーからサインを受け取った、一つ外してボール、アウトコース流していく、三塁線のゴロ、三塁線いい当たりですが左に切れて、打った、三遊間のゴロ、一塁へステップを踏んで送球、アウト、これで3アウト。5回の表が終わりまして3対3、この回きっちり3人で抑えています。さあ4番が打席に入ります。投げた、よくったインサイドストライク、まずは入れてきました。第2球を投げた、高速シュートはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球はストライク、外低めいっぱい。さあ勝負してくるのか、
外れたボール、これは完全にボールです。さあ次は何を投げてくるか。打った、ヒットになります。ナイスヒットです。今日これで2打数の2安打。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。打席には5番バッターが入ります。一気に行きたいところ。セットポジション1球目、高速シュートはボール、カウント1ボール。2球目を投げました。球威のある球を投げてきます。一塁牽制、タッチはセーフ。第3球を投げた、高速シュートはボール、カウント2ボール1ストライク。次が4球目、高く打ち上げてレフト前に出る。ランナー一塁に戻ります。掴みました。これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。ズバッとえぐりました、ストライク。高速シュートはボール、ワンボールワンストライク。投球これから3球目、打ちました。さあゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウト、チェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。5回の裏が終わりまして3対3、現在同点です。高校チーム、このイニングからピッチャーが変わります。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。打席には3番バッターが入ります。投げた、スプリットはボール、これは完全にボールです。第2球はスプリットはボール。さあ3球目、これはすっぽ抜けてボール。投球これから4つ目、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第5球は低めとなってストライク。打ちました、ショートバウンド、うまくさばいています。これでワンアウト。さあ4番が打席に入ります。投げました、足元崩してきます。よくってボール、ボールに勢いがあります。低めボール、抜けました。スライダーはストライク。さあ次で決められるか。インコースのボール逆方向へ、ヒットになります。クリーンヒット。ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打席には5番バッターが入ります。積極的に行ってもらいたい。第2球を投げました、引っ張った、ファウル。直球空振り三振。落ち着いてあっさりと料理しました。6番バッターが打席に入ります。セットポジション、第2球は打った、ファウルボール、カウント2ストライク、ボール。バッター思わず避けます。さあ次は何で来るか。外角抜けるスライダー、空振り三振。最後は空振り三振に切って取りました。6回の表が終わりまして3対3、同点です。打席には7番バッター。第1球投げた、打ちました、初球打ち、抜いていった、ヒットを放ちました。ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。8番バッターが打席に入ります。一気に行きたいところ。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。いいボール、変化球が切れています。第2球はインコース、ボール。
第3球投げた、ミットへ直線、いいストレートです。ここは慎重に行くか、打ちました。第5球投げました、ストレートはボー、やや浮いてしまったか。セットポジション、グラブを顔の前に引いて打った、右方向ライナー、グーンと伸びて、一塁ランナー一気に三塁へ、二塁タッチはセイ、ツーベースヒットを放ちました、初安打。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。さあこの場面でミート70のバッター、リードを奪うバッティングとなるか。セットポジション1球目、直球見送ってボール、カウントワンボール。2球目を投げました、ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。さあ3球目打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、軽快な守備を見せました。高校チームなおもチャンスが続きます。ファウル、カウントワンストライク、のけぞるような感じで受けました。第3球をセットから打ち上げた、高く上がった、ポップフライです。取りました。高校チームなおもチャンスが続きます。打席には2番バッターが入ります。得点につなげたい。バットの根元、キャッチャーの頭上、取って、これで3アウト、チェンジ。中盤まで終了して3対3、先行チーム勝ち越しを許しませんでした。高校チームピッチャーを交代します。今日3人目のピッチャーとして登板です。試合は終盤7回に入ります。打席には7番バッター。さあ次の球、シュート見送っても、第3球はいいボール、緩い変化球が決まります。さあ勝負してくるのか、ナックルはボール、完全なボール球。さあここはどういうコースと球してくるか。さあラストボール、外のボール球、ファーストライナー、これでワンアウト。先行チームここで代打をぶつけてまいりました。打席には代打が入ります。初球はいいボール、変化球が決まります。2球目を投げました、これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球は直球ストライク、これで追い込みました。インコースボール、体に近いところ、打った、破った、ナイスバッティングです。ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。打席には9番バッター、積極的に行ってもらいたい。投球これから2球目、バント、サードの前転々として、ディリーフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。7回の表が終わりまして3対3、現在同点です。先行チームここで守備が変わります。打席には3番バッターが入ります。さあ1球目投げた、初球を打ちました、これはヒットになります。いいバッティングを見せました。今日これで4打数の3安打。さあ4番が打席に入ります。一気に行きたいところ、投球これから2球目、テンポよく行くか、高めボール球、打った、ファースト下がった、ファールボール、ボール外れた、これは完全にボールです。第5球投げた、外のボール球、打った、ヒット、ボールは中継、内野まで、気持ちのいい当たりでした。高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。
先行チーム外野は前進守備を取ります。空振り、直球ミットへ吸い込まれます。2球目を投げました。外角見送ってストライク。さあ外してくるのか。チャーに軍配が上がりました。では改めてリプレイ。さあこの場面でパワー72のバッター、勝ち越しの一発が飛び出すか、注目の対決となります。打ち上げた、あっとインフィールドフライになりました。掴みました。高校チームなおもチャンスが続きます。さあここでバッターは特殊能力チャンス B を持つミートパワー、打ちましたが破っていった。ヒットを放ちました。高校チームなおもチャンスが続きます。高校チーム、ここは代打を起用してくるようです。打席には代打が入ります。このまま引き離したい。セットポジション1球目、球威のある直球、バッター動けません。さあ次の球、バッター思わず体を背けた。外角低め見送ってストライク。さあ追い込んだ。さあ次は何で来るか。あー打ち上げた、内野に上がっています。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。高校チーム、監督が出てピッチャーの交代を告げます。今日4人目のピッチャーとして登板です。先行チーム、どうやらここは代打策に出るようです。打席には代打が入ります。出塁してプレッシャーをかけていきたい。投げた、球威のある球を投げてきます。低め見送ってストライク。次はどう攻めるのか。一つ外した、外わずかにボールゾーン。ここは慎重に行くか。打った、痛烈な当たり、一塁へステップスロー、アウト。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。高く上がった、ショート前方のフライになりました。取りました。これで2アウト。打席には3番バッターが入ります。投げた、バットを出しません、ボール。高速シュートはストライク。第3球投げました。ボールに勢いがあります。さあ勝負してくるのか。外れた、ボール。さあ仕留められるか。打った、抜ける、ナイスヒットです。ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。さあ4番が打席に入ります。積極的に行ってもらいたい。盗塁成功、大事な場面で盗塁を決めました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。高校チーム、外野は前進守備を取ります。一塁ランナーは二塁に進んでいます。さあ3球目、スクリュー、空振り。これで追い込みました。さあ次は何で来るか。あっとどうだ、取って、これで3アウト、チェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回の表が終わって3対3、高校チーム勝ち越しを許しませんでした。先行チーム、ここで監督が出てきました。今日2人目のピッチャーとして登板です。高校チーム、ここは代打を使ってきた。打席には代打が入ります。出塁してプレッシャーをかけていきたい。インコース、低めいっぱい、ストライク。まず初球ワンストライクを取りました。これはボール、完全なボール球。第3球を投げました、スライダー、空振り。さあ追い込んだ。よくってボール、いいコースですがわずかに外。さあ次は何を投げてくるか。内側、危ないボール。
さあバッテリーどんなボールで勝負するか。外角外れた。ここはフォアボールです。フォアボールでチャンスメイク。1番バッターが打席に入ります。一気に行きたいところ。さあ次の球バントした。サードへ転がした。アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。投球これから2球目。シンカーはボール。投球3つ目投げた。インハイ決まってストライク。投球4つ目内角高めストライク。少し迷った感じになりました。打ちました。強烈。打球はぐんぐん伸びていく。入った入った入った。ホームラン。ツーランホームラン。さあ試合展開が熱を帯びてまいりました。ストレートを完璧に捉えました。終盤での貴重なホームラン。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。高校チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。打席には3番バッターが入ります。まずは出塁なるか。投げた。ボール。バッター思わず避けます。ボール。アウトコースへ。力みすぎてしまったか。投球3つ目投げました。ストライク。インハイへ。さあ4球目打ちました。ファウル。カウント 2-2。 ボール外れた。さあこれで決まるのか。アウトコース低め見逃し三振。さあ4番が打席に入ります。投げました。サークルチェンジ空振り。外角ギリギリいっぱいストライク。さあ最後も同じ球で勝負するか。キャッチャーからサインを受け取った。あと危ない。ここは慎重に行くか。スライダー見送ってボール。カウント 2-2。 さあここはどういうコースと球種で来るか。直球見逃し三振。最後は三振に切って取りました。8回の裏が終わりまして5-3。高校チーム勝ち越しに成功しています。高校チームここでピッチャーを変えます。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。さあいよいよ最終回。打席には5番バッターが入ります。打った。ボールを掴んだ。ステップを踏んで一塁へ送球。アウト。6番バッターが打席に入ります。高速スライダーはストライク。まずは決めてきました。第2球はあと間一発かわしました。さあ3球目ストライク。アウトローへ。これで追い込みました。膝元見逃し三振。打席には7番バッター。高速スライダーはストライク。仕方なくバットが回った感じになりました。これは見送ってボール。さあ3球目ストレートは低めギリギリのコースです。投球これから4つ目。ここで打った。どうだ。センター見上げた。ホームラン。ソロホームラン。今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトの祝福を受けます。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。8番バッターが打席に入ります。さあ次の球インコース。ボール。おっとすっぽ抜け。余計な力が入ったか。打った。セカンド交代。ヒット。出塁します。ツーアウトから同点のランナーが出ました。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。打席には9番バッター。
厳しい状況ですが何とか出塁してほしい。これはボール。第3球投げました。打った。ファールボール。打ちました。投球5つ目。直球見逃し三振。高校チーム最後をしっかり締めて見事勝利しました。高校チーム見事勝利を収めました。非常に熾烈な戦い、僅差で逃げ切った。さあ皆様お待たせいたしました。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。さてお送りしてまいりました一戦はご覧のような結果で勝敗がつきました。以上大いに盛り上がったゲームを清水久志がお送り